永山画。風流狐家に永山画。菊川永山とは、江戸時代後期の浮世絵師。菊川派の祖。姓は菊川、名は利伸。俗称大宮万五郎。ただし、江戸方角分は助、花屋万吉とする。別号に、19歳。小玉や永山とも号した。江戸市方にで、造花業を営む大宮の菊川永次の子に生まれる。後に、四谷箪笥町、麹町六丁目等に居住する。父の永には仮の派の仮の東社の門人出だったので、永山は父に、次いで、鈴木南嶺に絵を学んだ。さらに幼馴染だった魚や、ホッケーを通して、葛飾派の画風も習得している。最初は、京和の頃に、役者絵を描いたが、天保の中頃になると、大西北手二枚、雫の美人画を草案し、以降多くの美人画を描いた。文化初期、永山17歳の頃には、浮世絵師として、すでに独立し、その後慶応3年に没するまで作画を続けた。文化3年、人気絶頂の最中に、北川歌麿が急死してしまったが、人々は未だに歌麿の美人画を求めていた。そこに文化4年頃、堀江町のうちわ問屋から、永山のうちわ絵を出したと伝えられているように新進の永さんが現れ、歌麿風美人画で売り出す。永山初期の作風は、晩年の歌麿に似ているが、文化7から8年頃には、物柔らかく、どこか、儚く弱い女性の美しさが漂う永山独自の画風を確立した。文化7年から文化9年頃にかけて、豪華の挿絵を数種描いている。また、文化中期から文政中期に、美人画の揃い物を多く制作、二枚継ぎの、かかり物絵に、全身美人を描くスタイルを広めた。文化期が永山にとって一番人気を得た時期であったが、文政期に入ると、人々の好みは、歌川国貞や、弟子の経済永泉の描く粋で艶っぽい新タイプの美人画に移行していった。しかし、時代の流れについていけない永さんの仕事は、文政末期にはなくなってゆく。これ以降、永山の錦絵は見られなくなるも、文久3年刊行の江戸大雪妖怪内蔵の挿絵を執筆している。晩年は不遇のうちに、高田村に住む弟子の植木や、孫八の家に寄寓した。その後文久2年、上州藤岡の呉服商、小玉屋に嫁いだ娘、豊の婚家に身を寄せ、その近くに住む富裕な家の求めに応じて、肉筆画を描き、小玉屋永山と呼ばれた。享年81。墓所は、群馬県藤岡市の浄土寺、法名は、観誉やき道園大禅師。弟子に、経済永泉、菊川永長、菊川秀明、菊川恵里、菊川永信、菊川百花、菊川永秀、菊川永雅、菊川永子、菊川永龍、菊川永十、菊川永霊、菊川永信、菊川永玉、菊川秀則、菊川永龍、菊川永亀、菊川永林及び、植木や孫八などが挙げられるが、永山の画風を継いだ者はいなかった。永雅、永十は、文政頃、永子は、女流で天保頃、永龍は文化頃に活躍した。ありがとうございます。